枕草子清少納言第一弾。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる。夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお蛍の多く飛び地がいたる。またただ一つ二つなど、ほのかに打ち光りて行くもおかし、雨など降るもおかし。秋は夕暮れ、夕日のさして山の葉糸地高なりたるに、カラスの寝所へ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさえ哀れなり。巻いて狩りなどの連ねたるが、糸小さく見ゆるは糸おかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらず。冬は務めて、雪の降りたるは言うべきにもあらず。霜の糸白きも、またさらでも、糸寒きに火など急ぎ起こして、炭もて渡るも糸つきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、日よけの日も白き灰がちになりてわろし。通釈。春は明け方、だんだんと白んでゆく山際の空がほんのりと明るくなり、紫がかった雲がそのあたりに細くたなびいているのがすばらしい。夏は夜、月の出ている頃は言うまでもない。闇夜でもやはり蛍が多く飛び交っているのが面白い。またほんの一匹か二匹がかすかに光って飛んでいくのも風情がある。雨などが降る夜もいい。秋は夕暮れ、夕日がさして山の端に大層近くなった頃に、鳥がねぐらへ帰るというので、三羽四羽、あるいは二羽三羽などと飛んでゆくのさえしみじみとした趣がある。まして狩りなどで列をなしたのが、空高く飛んで小さく見えるのは、大変面白い。日がすっかり沈んで、風の音や虫の音などが聞こえてくるのも、また言いようもないほどである。冬は早朝、雪の降った朝は言うまでもない。霜が降りて一面真っ白になっている様子も、またそうでなくても、大層寒い朝に火などを急いで起こして炭火を持ち歩いて行くのも、冬の朝にまことに似つかわしい。昼になって寒さが次第に緩んでいくと、火鉢の火も白い灰がかぶったままになっていて、みっともない。